どうも、しげしげです。本日は星を紡ぐ精霊イベントの星7キャラクター性能解説ということでやっていきたいと思います。今回ですが、相性のいいキャラも合わせて紹介させていただきますので、参考になれば幸いです。では行きましょう。まずハイビスカスからなんですけれども、火属性の76リーダーとして運用することができるキャラクターになっております。最初の形態なんですけども、12ターンで変身することができて、変身するときには30ターンの姫ザメ、これがねついてくるっていうのがなかなか強いところです。で、変身前から副属性も所持しているので、例えば気候城とかその全属性のダンジョン考えるときも若干楽だったりもします。で、まあ気になるところですね、2段階変身なので、1回その2段階目でちょっと耐久しなきゃいけなかったりもするっていうところが、まあ扱いづらかったりもします。で、あとは、この形態ね、見ていただければ分かる通り、バインド耐性だったり封印耐性も持ってないので、このあたりは最低でも補ってあげないと序盤がきついのかなという感じはあります。ただこの後、変身後も紹介していくんですけど、とにかくスペックの高いキャラで、星7の中でも一番強いんじゃないかって思うのがこのハイビスカスです。はい、2段階目がこちらなんですけども、リーダースキル注目していただくと、9コンボ以上でダメージを 60% 軽減というのがあるので、まあ、この形態である程度の耐久はできるんじゃないかなと思います。で、10ターンで変身できるんですけど、変身するときには20ターンの火のロック目覚めがついてきます。だからこの1個前の形態で火の目覚めで、この形態で火のロック目覚めなんでね、その後火消されづらいみたいな状況になります。まあ、この形態の時にね、威嚇を刺してあげたり、ヘイストのスキルを何発か使ったりして、まあ、なるべく早めに変身してあげるとスムーズになるんじゃないかなと思われます。で、最終形態がこちらなんですけども、強いところに書いてある通り、全てが無駄のない性能になっております。覚醒スキルもスキルもリーダースキルもすごいね、こうマッチしてるんですよね。まあ、何が強いかっていうと、火のコンボ強化なんですけど、まあ、これ火をねコンボするごとに倍率が上がるみたいな感じなんですけど、スキルでこれ2ターンで使えるスキルなんですけど、まあ、エンハンスをかけながら回復以外のドロップから火を6個生成なんですよね。だからもう3-3で2コンボ分必ず組めるし、リーダースキル的にはその火2コンボした時には3コンボ加算もかかるし、固定追撃もかかると。それがとにかく強くて、まあいろいろね相性のいいキャラいるんですけど、まあ、リラフレで置いて全然いいんじゃないかなと思っております。で、今後そのリラフレの時にもっと相性のいいキャラとか出てくると、サブフレンドとかリーダーサブでフレンド違う相方とかになってくるので、まあ、2体確保できれば一番いいなと思っております。まあ、めちゃくちゃ火力の出るキャラなんですけど、気になるところに書いてある通り、変身キャラ内以上カンスト上限は21億っていうのが、まあ、若干ネックだったりもするんですけども、まあ、そこはねサブで例えばソフィーだったりマグニートだったり、火力の出しやすいキャラを上限解放してあげて、そこで42億出せば、まあ高難易度も全然通用するんじゃないかなと思います。まあ、火力面はそういったところでね全く文句ないんですけど、耐久面もその、まあ、常時倍率16倍かかってるんですけど、火を抜いて9コンボするだけで 70% 軽減張れるっていうのも結構魅力的に感じていて、まあそれでその相手にダメージを与えずに、一旦待ちたい時とかあるじゃないですか。そういうのも全然余裕にできるようになっております。で、今まだギリギリ開催中のねガンコラガチャの中に、例えばベリアルだったりルドラだったりメイシンだったり、相性のいいキャラいるんですけども、まあ、ベリアルはちょっと余裕のある方は購入しておいた方がいいんじゃないかなと個人的には思っております。検討してみてください。はい、そしてそんなハイビスカスの武器なんですけども、相性のいいキャラつけたいキャラとしては、まあ、バインド耐性持ってないキャラなんで、まあ、本体にぴったりですね。はい、あとは裏魔老とかでね HP 盛りたいときチーム HP 強化2個あるんで、まあ、そこも全然活かせるんじゃないかなという感じです。強いところが本当にそこですね。2種の耐性とチーム HP 強化が2つで、あとはスキルの内容的には貴重な正方形生成スキルなんで、まあ歯とかねそういう何処理もあるんですけど、ランダムで使うこともなくはないんじゃないかなという感じです。ただ本当に圧倒的に本体が強いので、1体目、2体目まで全然本体で所持しておいていいんじゃないかなとは思っております。なのでおすすめ度は1つ下がって丸とさせていただいております。続きましてアジサイなんですけども、水属性の76リーダーです。で、12ターン変身で20ターンの回復目覚めが降ってくるということで、まあそのね2段階目でこのキャラもね耐久しなきゃいけないんですけど、回復欠損で負けるとかはまあ減るんじゃないでしょうか。
でハイビスカスと同じく変身前から副属性持ってるので、まあそこのね、色埋めというかもしやすくなっております。でこちらも同じくなんですけども、バインド耐性、封印耐性というか覚醒がないのでね、まあそこだけ若干気になるかなっていうところはあります。で2段階目がこちらなんですけども、もうこの時点でねリーダースキルというかで、水属性 HP2.6 倍っていう倍率がかかるので、まあ耐久はしやすくなってくるのかなと思います。ただ、先に言っておくと、最終変身になっても軽減を持たないので、軽減スキルはサブで補ってあげる必要が出てくるんじゃないかなと思います。それで言うと相性のいいキャラに書いてあるキャラですね、雪の下、まあ、セッカかな、はい、そのキャラが5ターンのスキルで4ターン軽減とか貼れたり、まあ、あと他にキャプテンアメリカでね、まあ、先制来るタイミングとかでちゃんと激減貼っておいてあげればとかあるので、まあ、どちらにせよそういう軽減系のキャラは必須になってくるんじゃないかなと思います。で10ターンで変身できるんですけども、変身時には全回復スキルが使用可能になっております。で最終変身がこちらなんですけども、驚異の水属性 HP3 倍っていうリーダースキルがねだいぶ特徴的なのかなと思います。それに加えてさらに3コンボ加算だったり固定300万追撃も飛ばせるので、スペックは高いんですけど、やっぱり軽減がちょっと気になるのかなという感じです。あとはまあロイヤルウォーク相方でもいいんですけど、水を6個以上つなげて消すとなんで、基本的にはレッツパーで考えてあげた方がいいのかなとは思っております。でスキルの内容なんですけど、2ターンのスキルになっておりまして、エンハンスをかけながら水と回復を4個ずつ生成っていうのがあるので、まあ、盤面に2個あればそれでも6個つなげはできるので、水も回復も欠損する確率としてはだいぶ低いんじゃないかなと思います。であとは覚醒スキルも注目していただきたいんですけども、回復強化が5つに加えて超コンボ強化が2つ、そして無効貫通もあるので、まあ、効果力で無効貫通できるキャラになっております。その回復強化5つもね、例えばその HP3 倍あってで割合食らうと復帰大変なんですけど、まあ、そこもだいぶ楽になってるのかなというところがあります。このキャラに関しては結構そのリダフレ、まあリダフレで HP9 倍になったりもするんですけど、例えばイベルカーナとかと合わせてあげると使いやすいのかなと個人的には思っております。相性のいいキャラチェックしてみてください。そんなアジサイの武器なんですけども、こちらは結構そこまで優先度は高くないかなと個人的には思っていて、まあ確かにそのバインド耐性持ってないキャラにその火力覚醒も付与しながらっていうのができるんですけど、まあやっぱり本体が面白いっていうのもありますし、スキルの内容がどっちつかずというか、これどっちかだったらもうちょっとターンも短くてよかったかなって思います。無効貫通スキル兼全回復スキルなんですけど、水属性はね圧倒的に全回復系のスキルのキャラが少ないので、まあ、これがもっと軽いターンで全回復のスキルでアシストしやすかったらっていうのがありました。無効貫通もね、まあこれこの武器をアジサイにそのまま本体にアシストするでいうと、まあ本体はそのままねスキルじゃなくて普通に無効貫通しっかりできる火力覚醒持ってるので、まあ、ちょっとどっちつかずになってるのがもったいないかなという印象です。ただシンプルにね 80% 以上強化だったり泥強も積めるので、火力要因とかにアシストする分には全然使えるんじゃないかなと思います。はい、最後にダリア見ていきましょう。強いところとしては光属性の76リーダーです。で12ターン変身で2ターンヘイストっていうねスキルを持っているので、まあこれリーダーじゃなくてもサブでも全然ありだと思っております。でこちらも同じく変身前から副属性を持っているので色埋めもしやすいです。でバインド耐性、封印耐性ないのでそこだけ要注意です。2段階目がこちらなんですけども、この時点で8コンボで半減、攻撃力16倍で HP 倍率もあったりするので耐久はしやすくなっております。でダブル完全耐性とかね十字ももう持ってるので、まあ耐性とあと超暗闇目覚め対策もできますね。あとは面白いのが変身時、まあ、10ターンで変身するんですけど3ターンの無効貫通スキルがついてきます。なんでまあ10ターン溜まった後でも次出てくる敵がね、例えばその無効貫通必要なキャラとかっていうのが分かってればあえて変身せずにとかっていうね作戦もワンチャンありなんじゃないでしょうか。特にサブで起用してるとそういう変身の仕方も全然ありなんじゃないかなと思います。本当にこの時点でね最低限の覚醒スキルは持ってるので全然悪くないと思います。で最終変身がこちらなんですけども、光属性 HP1.8 倍に加えて半減で、覚醒スキルに触れるとダブル完全耐性もあって追加攻撃もあってで十字で超暗闇目覚め対策もできると、
結構何でも屋さんみたいな感じがある上に、スキルの内容は2ターンスキルで、まあ、エンハンスプラス光回復変換なんですよね。これ生成じゃないっていうのが、まあ、ポイントでもあるんですけども、火を光に、水を回復に変換することができます。で、面白いのは光の十字をね、組むたびに3コンボ加算なんで、例えばラジエルとかもね、突破しやすいですね。あとガウェインとか、まあガウェインで言うと無効貫通しながらとかだったりするんでちょっと大変なんですけど、まあコンボ吸収の敵にも強く出れるんじゃないかなと思います。で、相性のいいキャラのとこに、例えばミアとかキャプテンマーベルとか書いてるんですけど、その辺はね、普通にまだまだ現役のリーダーとして使えるので、全然その十字が苦手とかだったらサブ起用をおすすめします。サブの採用をおすすめします。リーダーとして使わなくても結構長く使えそうなキャラではあると思うので、全然当たりのキャラだと思います。最後にダリアの武器なんですけども、これはね、非常に汎用性が高くて持っておきたいですね。まあ相性のいいキャラとしてバインド耐性の未所持のキャラってこれも書いてあるんですけど、他にもね、その十字だったり封印耐性が1個欲しい時に本当にぴったりっすね。十字を主体で使わないパーティーだとしても、超暗闇対策で1個積んでおきたいとかあるじゃないですか。あと封印耐性1個足んないとか、そういう時にもうこれ入れたいっすね。で、まあその十字と封印を補う形でも使えるんですけど、それに加えてチーム回復強化2つ持ち、あと回復強化もあるんで、まあ、そこの回復力も伸ばせると。で、さらにスキルの内容、何パでもね、溜まっちゃっていいスキルになっていて、ギミック対策、指と回復力、あとドロリフも使えますね。そう、なんで、汎用性で言ったら本当に高い、非常にいい武器だなと思います。はい、そんな感じでざっくり星7のキャラクターを見てきたんですけども、よく聞かれるのが、精霊ガチャ引いた方がいいですかっていうのがあります。それに関しては本当に石5個で結構他のラインナップもねいい感じなんですよ。例えばロイヤルオークが入ってたり、ゼラが入ってたり、まあベロアが入ってたり、まあその辺の大魔女使わなかったとしても全然弾にもなりますし、引く分には全然損はないガチャかなと思っております。で、あとはその例えばハイビスカス狙った方がいいですかっていう質問も多いんですけど、今回ピックアップさせていただいた相性のいいキャラ、これ例えば半分以上持ってるとかで、その編成が不自由なく組めそうであれば全然強いので狙いに行ってもいいと思います。逆に言うと、まあこの辺りのキャラクター、まあ、今回相性のいいキャラとして挙げさせてもらったキャラクターを持ってないと使いこなすのがちょっと難しかったりもするので、まあ、もしかしたら武器にしちゃってもいいかもしれませんし、まあ、今回ね交換所がないのでそのボックスに合うキャラを選べないっていうのがあるんですけども、まあ、柔軟に使ってあげてください。まあ、総じて本体も武器も性能は悪くないので、まあ、どれが出ても当たりだと思います。そんな感じで、この後使ってみた動画も上げたいと思っておりますので、そちらもぜひご覧ください。ということで本日は以上です。さよなら。